どうも、アリスキテラです。今回もセブンネイス2やっていきたいと思います。で、今回は、メインシナリオシーズン3、ヘルの一章でいいんだっけの、名前なんだったかな、乱暴なパールでしたかねに挑戦してみたいと思います。で、石化が多分あったと思うんで、石化免疫の高級のクレアですね、を編成していきたいと思います。編成はこんな感じですね。うん。まあ、いつも通りな感じの編成になってますね。うん。あ、侵入陣形になってるな。侵入陣形じゃなくて、クリティカル陣形でいきましょうかね。うん。じゃあ、行ってみたいと思います。レッツラゴー。戦力は、こっちの方が高いですね、少し。うん。ペット打ちまーす。どういう攻撃があるかあんまり覚えてない。悪魔の花が来たら、これ来たら、あ、範囲外に逃げましょう。危ねえ、忘れてた。でこの後突進かなんかあったかな。あ、突進が来たら切り裂き逃げて、でこれ円が来るんで、その後、うん、これまでかわして殴りに行く。あ、危ない。あ、で、これは、ここも一旦避けて、で、レイチェルさんだけずらす。いや、これずらせてねえか、今。なんとかずらせたか。悪魔、あ、悪魔の花来てる。危ねえ。忘れてた。油断すると、これ連続で来るんで。で、この後突進かな？突進来たら逃げる。で、円が来て、で、円の中に入っていかないとまずいんだった、これ、そういえば。円をかわしたら円の中に入っていく。うん。外に円が来るんで、攻撃が。で、この後はなんだっけ？もうすぐ忘れた。あ、これは、この辺に避けて、あー、しまった、ミスったか。で、レイチェルさんだけずらす。あー、ミスりました。ペット打ちます。いや、これ回復ないから無理かな、ちょっと。ミスっちゃったな、今。悪魔の花、ちょっと練習のために続けましょう。あれ、連続来るんで、危ねえ、もう。レイチェルさんだけこっち見せたらどうなのかな。あ、これエースに行ってるな、タイガー。で、これ、円が来て、で、円の中に入っていく。うん。あ、これ無理だな。さすがに。回復ないんで。まあ、エースさんソロで行ける可能性は全然あるんですけど、これ、一旦これ避けるんですよね。避けて、で、エースだけ、エースじゃない、ターゲット持ってる人だけずらす感じだと思います。うん。さあ、リトライしましょうかね。とりあえずエース 50% あるけど。行っちゃう？これエース。行っちゃってみる？行っちゃってみる？でもこれ行っちゃうとなんかもう全く参考になる動画にならないんで。いや、でもさすがに行けなかったな。じゃあリトライしましょうか。うん、ちょっと思い出してきたんで、この削除の攻撃を避けるのがポイントですよね。あそこあれが一番難しいかもしれない。セット打ちます。で、開幕で花が来るんで、花が来たら、あ、これが来たらすぐ、外に逃げる。で、2回来るんで、これかわして殴りに行く。で、直線の攻撃、避けて、これが円攻撃。円攻撃かわしたら円の中に入る。うん。素早く入って。で、この後が、あの柵のやつ。レイチェルさんが竹取ってるんで、これ、ここに避けるでしょ、一旦。避けて、あ、で、レイチェルさんだけずらす。これが難しい。非常に難しい。あ、危ねえ。そしてまた鼻ですね。こっからもう連続ですね。同じことが繰り返しできればいける。悪魔の鼻来たんで逃げる。で、連続攻撃。で、突進が来るんで、これかわしいの。で、円攻撃来た。あ、入っちゃってる。やべえ。あ、入っちゃってる。エースが入っちゃってたから、これ。で、次が問題。次が問題の攻撃。次が問題の攻撃。ちょっと集合押しとこうかな、これ。で、これ、ここにやって、で、集合解除して、レイチェルだけずらす。オッケー。
非常にむずい。そろそろ花が来る。花が来るんで、外に逃げる。で、連続。危ね。入っちゃう。で、直線が来て、円攻撃来て、円の中に入る。さあ、次が問題が、次の攻撃が問題。次の攻撃が問題。これ、ここ辺でいいかな？ここ辺に置いといて、で、ずらす。OK。なかなかむずい。次、花ですね。火力がなんかあれだな。ちょっと微妙だな。花が来たら逃げる。いや、まだ 57% か。遠いな。で、切り裂き逃げて、後ろからちょっと殴ろうか。遠攻撃来て、危ねえ。あー、これはい、間に合わないか。危ねえな。あんまり遠くにいるとやばいな。で、次が、やばい攻撃。これやばい、これこの辺でいいかな。で、集合解除してずらす。ペット打ちます。で、次、花ですね。花。花が来たら、避ける。遠くに避ける。で、連続で来るんで、かわして、で、直線。で、円が来て、円の中に急いで入る。残り 40%! さあ、次だ。次が難しいやつ。さあ、これ、ここでいいかな？これ、かわして、かわす！ OK！集中力との勝負だ。残り 28%。 さあ、花が来たんで逃げる。退避退避。で、直線が来たんでかわして、円攻撃。あー、ちょっとエースが入ってっちゃう。やべえ。ペット打ちますかこれ。エースが突っ込んでいくわ。で、次がやばい攻撃。次のやばい攻撃、これかわして、あ、ちょっと待って、これどこだどこだ、ここだっけ。やべえ、間違えたか、間違えたな、間違えた。あ、ちょっと待って、やべえ、間違えた。危ねえ。しかも行き止まりで動けなかった、今。ただ残り 9%。かわしいの、OK。で、直線で突っ込んでくる切り裂き。円をかわして中に入る。さあ、残り 6%、5%。もうちょいだ。あと1回、最後の攻撃。これが見えねえな、なんかちょっと。これ、ここかな？ここでかわして。OK。OK、かわせた。よし、残り 1%。OK。ストップ。というわけで、無事、乱暴なパールの方を倒すことができました。よかったです。あれ、凍結も持ってるんですね。うん。石化も確かあったと思うんですけど、うん。まあ、ちょっと、その辺は皆さんやってみて、確認してみてください。はい。攻撃パターンはま、決まってるんで、まあ、今みたいな感じで、やればいいんじゃないかなと思います。もしくは、最近だとあれですね、アイリンさんと、アイリンさんのダメージ免疫を使うパーティーがあると思うんですけど、それを使ってもいけるかもしれないですね。射手型2体入れて、アイリンさんのダメージ免疫を打って、タイミングよく打って、かわすっていうやつでもいけるかもしれないですね。アイリンさんとか、射手型のキャラが育ってる方は。うん。というわけで、皆さんも、頑張ってみてください。というわけで短いんですけど、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。